アキフ・ピリンチは、トルコ・イスタンブール生まれ、ドイツ育ちの小説家、男性。創作活動はドイツ語で行っている。20歳の時に、トルコ人の若者とドイツ人の女子学生の恋を描いた小説、涙は最後に、を発表しデビュー。1989年、オスネコのフランシスを探偵役にした長編ミステリ小説、猫たちの聖夜を発表。 この作品はドイツでベストセラーになり、ドイツのミステリ雑誌、ミミが主催するミステリ賞を受賞した。その後、アニメ映画化もされている。1993年に発表したシリーズ第2作、猫たちの森もベストセラーになった。日本ではシリーズの最初の2作品しか訳されていないが、ドイツ本国では2012年の第8作ゴッターグレッシュまで出版されている。 オスネコフランシスシリーズ以外の作品も発表しており、2001年発表の大デマルスターは2009年に大 TR のタイトルでマッツ・ミケル選手演で映画化された。猫たちの聖夜は日本では1994年に翻訳出版され、このミステリーがすごい。で、第10位にランクインした。なお、猫たちの聖夜は日本ではドイツミステリー大賞受賞作として紹介されたが、 これはその後に受賞作の紹介が進んだ、ドイツミステリ大賞のことではない。猫たちの聖夜の日本語訳書の後書き等では、賞の主催団体や証明のドイツ語表記が示されて、おらず、ドイツミステリ大賞が、どの賞のことを指しているのかは明確でない。小説その他オスネコフランシスシリーズフェリダエ、猫たちの聖夜、フランシス、フェリダエ2。 猫たちの森警部コナムダスジュルサルベローマ、シャンタットフェリパリスゴッターグレッシュその他未役作品の日本語タイトルは上記の文献に従った。ありがとうございます。